これら日本の苗は同じ親株から切り分けたブラジルのサンタカタリーナあるいはプラタとも言いますね。ブラジルバナナの中にあっては結構路地での体感越冬性がありまして、私は通年露天露地無保護栽培をしていますが、土地柄によっては例えば霜が早くから降りるとか、あるいは積雪が結構あるとか、そういうところでは冬季はもしご心配なら、こういうなんか覆いがある、まあ、玄関の外側とか屋根の下とかベランダとかなどで越冬させると良いかもしれません。温暖地でしたら、そうですね、9月10月いっぱいは葉っぱが展開しますから、出葉展開しますから、これからまだ花茎も太くなると思います。まあ、これらはまだ花茎も細くて神経も小さいですから、土地柄の状況に応じての越冬工夫をする必要があるかと思いますね。ブラジルのサンタカタリーナ州というところは、日本人がですね、和歌山県からもその方面では有名な方がブラジルに行って、なんと美味しいリンゴを栽培しているんですね。まあリンゴといっても日本の富士、美味しい富士系統のリンゴですから、まずいリンゴとは違います。でリンゴも、それから大豆とか、そしてバナナも栽培できる比較的冷涼、ブラジルとしては冷涼な季節もある土地柄ですから、そういうところで育ってきていますので、日本の、まあ、九州から、そうですね、まあ、和歌山県、三重県はもちろんのこと、東海地方とか関東地方の一部の地域の太平洋側ですね、でなら、うまく越冬させれば徐々にごつい苗に成長していくと思いますね。日本とも同じ株から、同じ親株からの姉妹苗です。親株は用済みになったので、親株の朽ちて生きつつある芋からスコップで一苗ずつ外しましたので、このように別なルートラップポットに個別に植えてありますから、まあ2本のうちの1本は保険苗としてご安心できるようにセットで出しておきます。